さて、もし僕が沖縄に移住するとしたら、沖縄県浦添市に住みたいと思います。なんでか。市長が面白いですね。今日はですね、沖縄県浦添市の松本哲治市長です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。TikTok で見てますよ、松本市長のもう大活躍、面白いの。いやー、参りましたね。いや、もう今日バンディさんからこの話があって、TikTok の件もお話をするんですけど、我が浦添市もどうやったらこう町を PR ができるかっていうところで、はい、TikTok、私も相当勇気はいりましたけど、はい、ちょっともうこれは腹くくって踏み込んでみるかっていうところでやっている、TikTok 広報でございます。もうですね、これ私もびっくりしてるんですけど、圧倒的にですね、子供たちからこの声が上がってるんですよ。素直ですもんね。そうなんです。面白い、面白いんだもん。そう、一番最初に僕に市長 TikTok 見てるよって声かけてくるのも小学生、中学生なんですよ。最高じゃないですか。そう、ようやく遅れて孫に見せられたとか子供に見せられた、はい、教えられたっていう親たちから声が上がってくるっていう、なんか不思議な現象ですね。いや、これね、浦添市の方は誇りに思ってもいいと思う。ありがとうございます。ねえ、今日はね、どうぞ。子供たちはよく TikTok 見てるんだろうなと思って、友達同士でいろんなのまたシェアしたりとかしてますので、はい、子供たちの認知度もすごく上がって、特にまた子供たちじゃなくて若い方ですね、はい、20代の皆さんにもよく浸透していますので、はい、何らかの形で届けていけたらなと思ってます。はい、今日はね、本当に時間が短くて申し訳ないんですが、はい、最後にですね、ちょっと関西地方の方に向けてということで今日はちょっとお願いしたいんですが、はい、メッセージをお願いいたします。リスナーの皆さん、沖縄県浦添市の松本でございます。まずはですね、今このバンディさんと知り合うきっかけになった TikTok の、TikTok 市長で検索していただければ出てくると思いますので、はい、そこで頑張っている、この町、沖縄県浦添市にですね、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。コメントも待ってます。はいはい、本当にとっても素敵な市長ですね。気になった方はね、TikTok 市長で検索してみてくださいね。ということで、松本市長、どうもありがとうございました。ありがとうございます。これからもバンディさんの What's Going On よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。